あと今年はね、あのバーチャルエキサス散歩もそうですけど、ちょっと、うん、あれもやっていくのは多分入れてると思いますけど、あ、合ってる合ってる、あれか、貴殿か、あの復刻塗装ってやつですよね、はあ、であの下歩いてったらこれ右側に曲がって歩いてったらまあ間違いねえと、よしよしよし、そっちから曲がった方が手っ取り早いか、やっぱこっちの、そうスマホだとね上に持ち続けないといけないし、まあ、結局そうスマホを買い替えたんでね、スタビライザーをつけようかなと思ったし、結局やっぱしうちその仕事からね、あの、まあ、工場とかそういったところとか結構ハードにね使うところにスマホを持ってかないといけないので、やっぱねカバーできるタイプ、物理的にその手帳型のねカバーできるタイプの方のがやっぱしいいんですよね、あのっていうので結局カバー買ったんで、そうするとあのつけとくのがちょっとしんどいなと、そのスタビライザーとかつけるときにはいちいち外さないといけませんからね、そっちまた行った方がいいかな、おう焼けてきた、ちょうど高速が先に走っとって、名古屋らしいこの複雑なあれですね、この辺りはいろいろとこう入り混じってますからね、高速も東名名二間からのジャンクションからの名神東名入り乱れてる、ああ、あそこか、あもう本郷行くか、案外近かった、よし、あ JR とかと違って駅間は言うて、ここはちょっと長めの設定のはずですけど、とはいえ市内のね、細かく止まりますからね、名古屋市民よりは近いか、ちょっとでも歩いてねカロリー消費してやると、いかんせんね、またこの冬に入って暴飲暴食しとったんでお腹周りが、久しぶりにあの私服のズボンを履いたらあのボタンが吹っ飛びましたからね、グイッてつけてういって座った瞬間にバチンと弾けたんだんで、あこれはいかんと、はあ、すぐ注射が止まってる、はあ、これで追加していったと、そうですからね、なるべく早いうちにカメラも買い替えたいし、また去年のなってみたいにね、急にバグって、あれもそのなんか修理して治りましたってわけじゃないですからね、あなんか叩いとったら治ったで、とりあえず使いとるからよしとしてますけど、いつね再発して、遅かになんか、まあ言うて結構3年以上4年近く酷使してるわけですからね、そうそう新しいの買ってきた、まあどうせならね 4K 対応のやつも買ってみてえなと思いますけど、うん、なかなかね、そう逆に人気対応だと5万ぐらいするんですよね、パナソニックだと、そうソニーだと3万円台のやつがあるんですけど、あれちょっとね実はネックがあって、あのバッテリーの互換性が弱いっていうねところがあって、でしかも最大容量がね今使ってるやつの4分の1ですよね、これ
今5000ミリのやつつけてるんだったっけな。で普通にあるやつが確か2000ミリとかなんですよね。パナソニックの方はちっちゃい純正のやつでも、でソニーの方は一応1200とかなんですよ。めちゃくちゃ容量がちっちゃいんで、実は保存容量あのこういうやって連続で回すのに向いてないんですよね。どっちだ、工事中なんだ。あ、ドハリにも工事中なんですね。なるほどね。それだったんですね。で、パナソニックだと実は上位機種に互換しても、あ、で、しかもバッテリーの互換性もないんですよね。だからそこから 4K 対応にしようと思って、全部バッテリーまた近く変えなくなったから、じゃあそのためにね、その容量小さいバッテリー大量に買うっていうとね、また後々大変だっていうことで、でもせっかくバスで、そう、パナソニックだと互換性があるんで、そのまんまね、あの新しいやってる人も、今もう5、6個で、バッテリー持ってますけど、それ全部使いますからね。よし。ただパナソニックはちょっと高いみたいな。音声の大出力とかの兼ね合いで、ソニー選ぶ人の方が多いのは多いみたいですけどね。それの3万円のやつはやっぱしあんまり向いてないみたいな。5万円ぐらいのやつからだと、そこから先はバッテリーの互換性もあるし、いいみたいなんですけどね。で、こっから今本郷まで歩いてきたんで、赤い県をもう飛ばすとして、次行くのは徳重なんだけど、どうかな、間に合うかな。11時半やろ、連絡来てなかったら、さあ、チャージですか。はじめに、ご希望の場所にお知らせください。料金所が必要な方はボタンを押してください。開放ね。電車来た。反対側だよな。藤川湖方面だよな。まあまあまあ、東山線なんでね、本数は多いですから。最短ルートだと元山からあれどこだ、新玉橋まで名城線で行って、新玉橋から行くのが最短ルートのはずだけど、もう今行ける乗り換え決まったこの早い気がするんだよな。元山がね、どこだったっけ、丸の内駅並みに実は乗り換え遠いですよね、ここ。めちゃくちゃ遠いんで、はい、でも今行けば結構悪いよな。でも今行けば近いか、5分ロスで乗り換え1回で済みますからね。今行けやったら2万駅行きまで行っちゃうか。名古屋方面高畑西田参り、黄色い電池ブロックの内側でお待ちください。
この電車は高畑行きです。